あると思いますが、やっぱりここ船長の皆さんの前でやっぱりやっとかないといけないですよね。今日の対戦相手谷桃、実は私キャリア26年いろんな選手とやってきましたが初対戦なんですよ。言っときますけど初対戦ということはあまり噛み合わないと思います。初めてなんで、だってどんなことやってくるやつか全然知らないよ。だけどそんな時先輩として絶対舐められちゃいけないと思うんで、今日はキラー広田の登場だと思います。ビシッと初対戦でやってるからビシッとボコボコにしてやりますよ。そしてこのシングルマッチ谷桃と広田、最後に笑って立ってるやつの名前を言ってみろ。噛み合ってないぞ。
5分経過。